千葉県立佐原高等学校。千葉県立佐原高等学校は、千葉県、香取市、佐原井にある県立高等学校。校訓は出日合券、文部両道。佐原高等学校の一般的な略称は、佐高、座高であるが、一部の年配層の間では1950年、昭和25年から1961年、昭和36年までの同校の名称である。 千葉県立佐原第一高等学校の略称、佐原はじめ高やさらに短縮した、一高という略称が用いられることがある。全日政府通貨の通学区は、第五学区、香取市、東野省庁、銚子市、旭市、創作市、多古町、神崎町であり、第四学区、第六学区及び、茨城県旧第三学区からの入学も可能である、ため、 茨城県からの越境中学が多い。1900年、明治33年、千葉県佐原中学校として開校。大滝中学、銚子中学、千葉中学木更津文校、桜中学鳴門文校と同時の開校で、千葉県の公立中学としては、千葉中学、桜中学に次ぐ3校目であった。当時の佐原は、千葉県内でも有数の都市だった上に、 商家が多く、初等教育の必要性が高かったことが、早期の中学設置の理由として挙げられる。開校にあたっての経費は、町債で6000円をまかなったが、他に、町民からの寄付もあった。はじめは、沢良町、当時の崩壊時を仮校舎としたが、同年9月に、現行地に移った。戦後は1948年、昭和23年から、 千葉県立沢原高等学校として新たなスタートを切った。そして同年に定時制が開校し、7月から授業を行った。定時制は当初昼間制で、全日制と同じ時間2週3日6時間制授業を行っていたが、1950年、昭和25年から現在のような夜間制となった。1950年、昭和25年に、 小五門農業高等学校と統合し、佐原第一高校と校名を改めたが、1961年、昭和36年に再び、佐原高校に戻り、今に至っている、小五門農業高校は1956年に、下宇佐農業高校とて独立。現在の千葉県立下宇佐高等学校である。2003年、平成15年より、千葉県は、 特色ある学校づくりを推進するために、進学指導重点校として、佐原高等学校を含め五つの高校を指定した。これにより、今まで以上に進学指導に力を入れ、進学指導の基本を充実させた授業や、定期的に行われる各種のテスト、学期中や長期休業中の補修、さらに、ロングホームルームの利用や、総合的な学習の間の活用、大学模擬授業、 進路セミナー、個別面談などにより多くの国公立大や難関次第への進学を実現させている。文部領土を掲げており部活動家入社も多く、学校活動も大変盛り上がりを見せる。校歌。また、旧正中学時代には以下の二つの校歌が作られた。1941年、昭和16年の校歌制定は、 当時の鈴木総参校長の意向によるところが大きい。1941年、昭和16年から1945年、昭和20年までは本校歌を第一校歌。1928年、昭和3年制定の校歌を第二校歌としたが、戦後はどちらも歌われなくなった。応援歌、どちらも大正時代後半頃から歌われるようになった。ただし、 現在歌われるのは、もっぱら第二応援歌であり、第一応援歌を耳にする機会は、ほとんどない。また、同窓会総会で歌われるのは、高歌ではなく、第二応援歌である。これは、第二応援歌の歴史が、現高歌よりも古く、旧正中学時代、あるいは、新生高校でも高歌がなかった時代、1955年以前の卒生にも、親しまれているからである。 交渉1902年、明治35年のスケジューの域に五角屋根の中に中の字、屋根破金色、中の字銀色とある、五つの屋根、矢の根と読む、矢尻のことが合憲勝負の功風を表している。1948年、昭和23年、新生高校となるにあたって、中の字を高に変えるとともに全体を星型に近い、形状にデザインし直した。 文化祭の名称である聖明祭の名はこの形から付けられている。後期1928年、旧正中学の25期生が卒業記念として後期の寄贈を計画していたが、学校には制作年不明の旗、紫地に禁止で交渉を、刺繍がすでに存在しており、これを正式に後期として制定することとし、代わりに効果を寄贈することになった。 1949年3月3日に行われた新生高校第1回卒業式で卒業生から旧生時代の後期の交渉部分を縫い直した後期が寄贈れ制定式が行われた。その後1954年に卒業生から2代目の後期が寄贈されている。現行の後期が制定されたのは1997年のことで3月10日に行われた卒業式で 初披露された。2017年5月1日時点の全日制の在校生966名の居住地を自治体別に分類すると以下の通りである。主な出身中学校別の生徒数では、香取市立沢原中学校が105名、尾見川中学校が86名、東野省庁立東野省中学校から42名、 香取市立山田中学校の41名、神崎町立神崎中学校から33名、香取市立沢原第五中学校から32名、香取中学校が31名、成田市立成田中学校と鹿島市立、鹿島中学校の両校が30名、上須市立上須第二中学校から28名、鹿島市立六夜中学校から27名となっている。定時制の在校生。 五十五名については、香取市が二十四名、稲敷市が十二名、成田市が八名、上栖市とい子こ市が各三名、東野省庁、田こ町、調子市、富里市、鹿島市から各一名の生徒が在籍している。開校の年に発足した校友会が起源とされている。新生高校となった九百四十八年、昭和二十三年からは、生徒自治会として、 再発足し、翌年、生徒会と名が改められた。現在の本部役員は、会長、副会長、初期、会計からなり、一期一年である、1995年までは一期、半年。他に、各委員会が存在する。年に一回生徒大会を開き、決算報告と予算の承認を行う。また、次の冊子を、毎年発行している。 その他、体育館、1967年改築、給食棟、1969年築、主に定時制生,生徒の給食場所、武道館、1971年改築、柔道場、剣道場、プール、1972年築、合宿所、1987年築、刀水館、2001年築、セミナーハウスなどがある。上記の通り、 現在の建物は大半が1963年、昭和38年から1972年、昭和47年の10年間に建てられた。改築前は、旧正中学時代に建てられた施設を使用していたが、もともと大きな施設ではなかったため、生徒数の増加により、手狭になり、老朽化も進んでいた。そのためこの時期に、全面的に新改築が行われたのである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。